ロンシャン競馬場、3年ぶりにこのパリの地に凱旋門賞が戻ってきました。さあ1番ゲートにすでに日本から参戦クリンチャーを収まっています。フォア賞の時とは全然違うという宮本調教師の言葉が今朝方直接聞かれました。連覇なるか、10番エネイブル、それとも新王者誕生か。4連勝中の2頭、5番バルトガイスト、19番シニオブクラス、これらに人気が集まります。この凱旋門賞、両馬場発表の芝コース、午前中パラパラと細かい雨が落ちましたパリロンシャン競馬場ですが、お昼を過ぎて雨はしっかり上がっています。19頭による一戦、今10番ゲートに、6番ゲートに10番エネイブルが収まりました。そしてゼッケン2番のサルビン、こちらも収まってクリンチャーと竹騎手、各馬のゲート入りをしっかり待っています。風は今ほとんどありません。パリロンシャン競馬場、気温は17度といったところ、じっとしていると非常に寒さが感じられる今日のパリロンシャン競馬場。さあゲート入り、これから1番デフォー、18番ゲートに収まって、続いてディープインパクトタンクフランスダービーバ、14番スタディオブマン、この馬が行くのか、ゲートに今誘導を受けるんでしょうか。いや、ゲートの後ろで先に6番のクロスオブスターズが誘導か。あと3走ほど、今アイルランド生まれのディープインパクトタンク、14番スタディオブマン、19番ゲートに収まりました。最後に4番ウェイトゥーパリス、この馬が収まって第97回凱旋門賞、さあ後しました、ほぼ揃いました。横にずらりと19頭広がっています。内でダッシュよく9番のクリンチャー、今先団の一角につけていますが、待ってたのは17番のネルソンです。リード体半分、2番手につけていく3番のカプリ、そしてインコース3番手の一線に9番のクリンチャーつけました。その後4番手集団、10番エネイブル、レッドオリッシュ3番手に上がっていきます。その外から16番のハンティングホーン、向こう正面を走ります。7番タリスマニック、その内には8番のシベリアンが続いて、離れた外から1番のデフォーがスーッと前へと上がっていきました。その後集団に14番サディオブマン、坂を上がります。6番のクロスオブスターズ、そして2番のサルウィンは今日は集団の一角につけています。集団馬群の後方、インコース4番のウェイキューパリ、そして5番のバルトガイスト、これも馬群の後ろ、あとは11番のルフロス、そして13番キューガーデンズ、おしまいから4頭目ぐらい。その後15番のルイドールが行って、18番のマジカル、最後方に19番のシーノブクラッチです。坂を上がりきって3コーナーカーブを回っていきます。先頭は17番ネルソン、1馬身半リード、3番のカプリが2番手、そして外から動いた1番デフォーが3番手、インコース4番手に9番のクリンチャーと竹豊が9、そのとピタリと並んで10番エネイブルとレッドオリ、さらには16番のハンティングホーン、坂を下りながらカーブを回っていきます。もうすぐポルスストレートにかかるこのコース、先頭からおしまいまで13馬身の対決です。あと10段の一角、16番ハンティングホーンの後ろに12番のファラスコイが行って、各馬これからホルスストレートに入ります。さあ先頭は17番のネルソンです。2馬身のリード、3番カプリが2番手、3番手のインコース10番クリンチャー、10番エレンブル並んでいます。押し付けながら1番のデフォー、その後インコースに8番のシベリアンが続いて、外からは16番のハンティングホーン、以前最高峰19番シニオブクラスで第4コーナーから直線に入りました。逃げる17番ネルソン、振り切って1番身のリード、追って3番のカプリ、その後ろ3番手の一線9番のクリンチャーですが、外から10番のエネイブルが今3番手から前2頭を一気に捉える、捉えて300を切りました。その後追ってきたのは白い帽子、6番のクロスオブスターズ、そして後方から19番シニオブクラス、大須が背負い上げて、バグの中から5番のバレトガイスト、抜けた抜けた、10番のエネイブル2番新リード、これを追って19番シニオブクラス、シニオブクラス、エネイブル2頭並んでゴール、3着6番のクロスオブスターズ、さあ連覇なったか、10番エネイブル、外から19番シニオブクラス2頭並びました、わずかに10番エネイブル。
すごいペア、19番キーオブクラス、最後は並びました。しかしわずかに頭一つ、10番エネイブル押し切りました。10番エネイブル押し切って見事2連覇達成です。19番キーオブクラス、4コーナー最後方から最後は外に出して追い込んで際どいところまで迫っての2着、1馬身遅れて6番のクロスオブスターズ3着、4着5番のバルトガイスト、5着3番のカプリ到達中上がりました。3番手で9番クリスターと並んで追走、10番エネイブル直線に向いて残り300、前の2頭に並びかけて先頭押し切りました。際どく迫った19番キーオブクラス、4コーナー最後方直線に入ってもまだ馬群の後ろ、ここから進路を下がって外へと切り替えて猛然とエネイブルに迫った、その姿わずかに及ばずの2着、そして6番クロスオブスター、去年2着だったこの馬が今年は3着、その後5番のバルトガイット、そして3番のカプリが5着、残念ながらクリンチャー敗れました。エレイブル連覇達成です。史上7頭目異なる競馬場での連覇達成となりました。以上凱旋門賞実況でお送りしました。確定までお待ちください。